まずはチームの結果についてお話を伺いたいと思いますが、見事な勝利でしたね今日は。そうですね、やっぱり初め点数を取られた後に、前半を2対1という形で終われたのが一番良かったかなと思ってます。先制を許した後に前半のうちに逆転できたというのは大きいですよね。やっぱりそうですね、それが大きかったですね。そして下川選手ご自身は、これで5試合連続スタメンですよね。そうですね、名古屋戦から出させてもらってます、はい。特別指定というポジションでありながらも、もうここのところ先発に定着したという感じですけれども、ご自身ではいかがですか。そうですね、やっぱり、自分の持ち味っていうのを、生かしながら、やっぱりチームの求めているディフェンスのところとかをやっぱりいかにどうやってうまくできるかなということを考えながら毎試合やってます。本当にサイドから、この力で崩していける、そんなプレーというのが、目立ったように思うんですけれども、冷静にこう自分のプレー分析してみて、自分の持ち味ストロングというのはどんなところですか。やっぱりボールを持った時に後ろに下げるんじゃなくて、やっぱり前の推進力で、縦へドリブルしたり、中へのヒロさんにクロスを上げたり、山君にクロスを上げたりっていう、そういうところがやっぱり自分の持ち味だと思ってるんで、はい。今は本当に大学との、二足のわらじという状態ですけれども、そんな中でどうでしょう、ご自身のその存在感アピールできたんじゃないですか。いや、自分自身はまだまだだと思ってるんで、やっぱりこれから試合を積み重ねていく上で、やっぱりもっともっと自分のいいところっていうのを出していけたらいいなと思ってます。